Hey guys, it's Yasuko. Welcome back to my YouTube channel. And Merry Christmas, guys! And thank you so much, Ana Luisa, for sponsoring this video. I'm obsessed with Ana Luisa's jewelry. I always wear their earrings and necklace. And this is my new necklace from Ana Luisa. And this is my favorite. This is link chain necklace and it's so shiny and so gorgeous. And I chose gold hoop earrings and another piece of earrings. I've been obsessed with Ana Luisa's jewelry and I have discount code for you guys. Yasuko10 for 10% off. I hope you guys will check it out. Anyways, so this video is gonna be a Christmas vlog and I'm gonna spend Christmas all alone. Today's like normal day for me, even though it's on Christmas. I'm so hungry, so I'm going to Chipotle, which is my favorite restaurant. And maybe I'm going to TJ Maxx to go shopping a little bit. Go for grocery shopping, maybe Asian market. Yeah, I'm gonna take you guys my Christmas vlog. I hope you guys will enjoy it. And as you guys can see my face, I gain weight a lot because I've been eating, and I did gain weight. So my face is so round and I'm on diet actually. I am making video for diet vlog, so hope you guys will check it out too. Okay, let's go to Chipotle. When it feels like I've been fading to the background. Here I am. Here, Chipotle. Oh my god, I found my friend here. Lana! Hello! What's up? I found! A mess! Lana, Lanita! No, not Lanita. How easy it is to live like this. Feel better if I take my time. Just a second and I'll be alright. I know that there's a love that won't find me. There's something about that feeling. Such a nice day. And eating Chipotle with kitty girl. The rush. Ready? There's something about that feeling. めっちゃ美味しい。本当にね、 Chipotle はお気に入りの食べ物屋さん アメリカで ヘルシーで めちゃくちゃ美味しい。 I'm going to TJ Maxx to do a little shopping. これかわいい。かわいくない？これ。めっちゃかわいい、これ。もうすぐで家を引っ越すので、なんかこういうのもね、ちょっと必要になってくるので、ちょっとこういうのを見てます、今。かわいくない？やっぱさ、部屋は白にちょっと揃えたくて。めっちゃこれ気持ちいいんだけど。あとちょっとさ、ヨガマットが欲しくて。ヨガマット安いっちゃうね。 いろんなヨガマットがある。じゃあヨガマット迷う。これかこれ。うち水色好きやけんこの2つでもやってます。どっちがいいでしょうか。 I came back to the car. I just got yoga mat and 3-pack resistance loops. クリスマス関係ないやんってね。ヨガマットが欲しくて、しかも安かったので 900円ぐらいで買った、買いました。ということでまあ今から Asian supermarket に今からちょっと行きたいと思います。 Okay, I went to Asian market. メロンのラムネがあって、あと普通の ラムネを買いました。ちょっと飲みたいと思います。このタイの麺、すごいこれ美味しいので買いました。ということで次は今からウォルマートに行って普通のグロッソリーショッピング、食料をウォルマートに買いに行きたいと思います。自転車からアルディをちょっと見つけたけん、今からアルディでお買い物してきます。めっちゃアルディ安いので、ドイツ 発祥のスーパーマーケットなんやけど、ちょっとアルディでアーモンドミルクとかいろいろね、ヘルシー系のちょっと食材を買っていきたいと思います。ということで Let's go! あーやっ!
gotta grind for that paycheck. Your mama told me one day I'll be famous. Remember when she was a kid? I'm a kid.パックのオレンジジュースとアーモンドミルクだけ買いました。めちゃくちゃこのパックのねジュースとか飲み物がすごくアルディは安いので、まあ、この大きさで150円ぐらいですごくお得なので、この2つだけここのアルディで買い物してきました。で今からねウォールマートに行きたいと思います。ウォールマートに着きました。夕日が綺麗で、お買い物してきます。で、今日ちょっと雨が降ってて、ちょっと雨が降ってて、ウォーマーと get groceries and then I went to McDonald's to get McFlurry. I got this for free andクッキーズ。 ウォルマートに行ってちょっとマックで寄り道してきました。今このクリスマス期間アメリカのマックでアプリをダウンロードしとくと12月10日から24日まで毎日いろんなアイテムが1ドル以上何か買うとタダでついてくるということで、1週間前はビッグマックがタダでついてきたり、ダブルチーズバーガーとか、今日はマックフルーリーで、めっちゃうちマックフルーリーが好きで、オレオのねマックフルーリーをタダでゲットしました。アメリカのマックってクッキーが売っとって、3個いいやと1ドルで売っとって、もう1ドル以上購入するとこれがタダでついてくるので、ちょっとクッキーを買いました。いただきます。うん、美味しい。うまっ、めっちゃ美味しい。ね、本当にめっちゃ今夕焼けが綺麗で、ちょっとみんなに見せたい。今携帯で撮ってるけど、ちょっと夕焼けがピンクくなって綺麗です。 I came back home and I'm gonna do grocery haul。 まあ家に帰ったくて今日は一日中グロッサリーショッピングで終わったんやけど、これまで買ってきたものっていうか、いつも買う野菜とかを皆さんに紹介したいと思います。バナナです。こちらがですね、いくらだっけ、80セントでした。6個で80円ぐらい。グレープ、キャベツです。これで68セント80円ぐらい。豆腐、豆腐買いました。これ、青ネギ50円。日本にないと思う、このやつ。これが2ドル200円ちょっとです。アルディでオレンジジュースでしょ、アーモンドミルクでしょ、ピジャマックスでヨガマットかな。今日はお買い物をいっぱいしましたね。全然お腹減ってないので、もう多分今日はね夜ご飯食べずにもう終わると思うんですけど、ゆっくり。ネットフリックス最近タイニープリティ・ティングスっていうのがあるんだけど、すごいお気に入りで、めちゃくちゃいいです。あれ韓国ドラマのスタートアップ、スージちゃんがもう可愛くて可愛くて、スージちゃんとキム・ボクジュの2人のね出とるのがめちゃくちゃ面白くて、もうあれ1話から泣いたし、すっごくすごく本当に本当にお気に入りの韓国ドラマで、4、5歳からね韓国ドラマめちゃくちゃ見とるけど、あれはめちゃくちゃ良かった。多分今までこの多分ね100本以上いろいろ見てきたけど、あれがねめちゃくちゃいい。笑いあり、すごく感動あり、恋愛話、家族愛、なんかフレンドシップとか、めちゃくちゃ本当におすすめ。みんなね見たことある人もおるかもしれんけど、見たことない人は本当に本当に見てほしい。韓国ドラマ見たことないっていう人にもすごく見てほしいドラマです。すごくもう1話から泣いてしまったし、本当にねあれはすごくいい。めちゃくちゃもうやばい、もうね何回泣いたことか。あれはねめちゃくちゃいいので、皆さん本当に見てください。ネットフリックス、ちょっとクリスマス系のね映画を一人でちょっと見ようかなと思ってます。まあ、今からシャワー浴びて、もう夜はゆっくりしたいと思います。ということで、また皆さん後ほどお会いしましょう。So, I'm gonna get ready. I'm gonna put makeup on, do my hair, and then, yeah, going out. ということで、今からメイクをしてから、ヘアもして、お出かけしに行きたいと思います。
ぱりクリスマスなのでね。本当に昨日さ、お腹がもう減って減ってしょうがなくて、あの夜中に。で、あのもう2時ぐらい起きてもうお腹減って、あのやっぱり固形物とか食べるけん、ダイエット中やけん、で緑茶を飲んで、なのでめちゃくちゃ顔がむくんでます。クマもすごいし、頑張ってマッサージしたけど顔のリンパの、あの全然むくみが取れません。でまずはベースをやっていきます。皆さんクリスマスはどうお過ごしですか？まあ、この動画が上がった時は26とか27になったかもしれんけどさ、日本やと、まあ、表参道のイルミネーションめっちゃ綺麗よね。私毎年24日25日になると、なぜか知らんけど、うちあそこで一人で、あの並木道、表参道通りを、なぜか知らんけど24日か25日にいつも一人でさ、歩くことが、毎年あって。で、周りはさ、みんなさ、カップルやったりおるわけやん。もう、うちは全然、クリスマスシーズンに彼氏もできたことはなく、もうなんでうちここにおるんやろとか思いながらいつも並木道歩いてました。やっぱり、クリスマスっていいよね。私、眉毛がしっかりしすぎて。うちはコンシーラーも今日はせんとこし、ファンデとかは絶対しません。最近色も黒いし、目がすごい腫れとる。やばいわ、ちょっとやばい。やっぱりさ、これさ、右にさ画面がフリップ回転するけんさ、やっぱ右の画面ばっか見てしまうけん、この動画見とる人やすくどこも糸を取って思うかもしれない。はぁ、もうちょっとやっていきますよ。このね、チークをいつもハイライト代わりに使ってます。キラキラ、クリスマスなのでちょっとキラキラしました。これはエチュードのアイシャドウ。スカラして終わります。おなじみのキャンメイクのやつ。まつげが上がった。やばい、充血してきた。やばい。ちょっとこれ痛いわ、めっちゃ。マスカラしてる時に、痛。涙出てきた、痛すぎて。やばい。痛い。ちょっと待って、痛いぞ。涙出てきた。皆さん、マスカラしてってさ、下まつげしとときに目に入らん、みんな。うちが下手だけか。ちょっと待って、目が痛すぎる、本当に。めっちゃ目が痛い。やばい。ということで、リップに入るんですけど、もう本当にクリスマスシーズンということで、私のお気に入りのこの MAC の、ね、クリームシーンデアユーってやつです。これがすごい、ちょっとなんかクリスマスの 色じゃない？なので、これをちょっとつけますね。こうやってポンポンポンって。そしたら、ちょっとピンク。最近これ買ったんですけど、メイビリンから出てるリフターグロスってやつ、まだ日本にはないっぽいんですけど、新作で007番のアンバーってやつなんです。ウォールマートスーパーで買ったんですけど、非常品ゾーンを
歩いとる時にめちゃくちゃ可愛いなんかパッケージのリップがあると思ったらメイベリンで、新作ニューって書いてたんで、あの新作のものだと思うんですけど、すごいこれが可愛くて、こんな感じです。可愛い髪とか、まあ、もう本当にストレートなんですけど、ちょっと毛先だけ整えたりして着替えてきたいと思います。 Last but not least, my favorite jewelry is from Ana Luisa。あの黒とゴールドはめっちゃ合うね。こんな感じ。 So cute。 さっきちょっとご飯を食べたので唇が落ちとるのでちょっとプラスします。こんな感じです。 It's like Christmas vibe makeup。 I hope you guys enjoy it。 ということで今からお買い物に行ってきたいと思います。皆さんもぜひぜひアナルイサさんのアクセサリー、ジュエリーのチェックしてみてください。安か10で 10% オフなので、皆さんアナルイサさんのジュエリーチェックしてみてください。 So yeah, pretty much that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video and don't forget to subscribe my channel and give me a like. So I will see you guys next one. Merry Christmas, guys!